はい、ということでね、約4時間ぐらい走ってきましたけど、まあついにこちらに着きましたってねんつって、もう暗くてほとんど見えてないと思いますけど、これが福岡国際センターでございます。はい、なんか懐かしいっすね。2年ぶりぐらいですか、新日本プロレスのドンタクで来て以来って感じですかね。はい、いやめっちゃ懐かしいこんな今だいたい深夜1時ぐらいですけど、深夜1時に国際センター前で動画撮ってるやつもどうかと思いますけど、懐かしいです。明日はここでノアの大会がね、繰り広げられるということで楽しみですね。じゃあこの後はね、ちょっとお宿の駐車場に行きたいと思います。福岡ポートタワーということで、福岡ポートタワーのところに来ております。はい、まあ、ここのね駐車場で今日は寝ようと思います。はい、さすがに深夜帯なので、深夜今1時過ぎ誰もおりません。まあ、ここはね、近くにコンビニとかもあるので、非常に便利がいい車中泊場でございます。はい、とりあえず今日はもう寝たいと思います。まあ、寝床をね皆さんに紹介して、はい、今日は寝たいと思います。いや本当ね、みんな体調に気をつけていかないとね、こういう時こそ体調崩してはいけないですよ。でもだいぶね暖かくなってきましたね。はい、それじゃあ寝床を紹介しましょう。はい、ということで本日のお宿を紹介したいと思います。もちろんこちら車の中でございますちょっと暗くて見づらいと思うんですけど、まあ、車の中に寝袋、マット敷いて寝袋、今日はそんなに暑くないんでなんとかいけると思います。で、一応ね今回ねこちらポータブルバッテリーをね、私実は購入しておりまして、まあこちらの方でもろもろね機器の充電をしながら過ごすことができるという形でございます。はい。なのでですね、まあ今回ですね、まあおそらく問題なく寝れると。いう形じゃなかろうかということでございます。はい、明るさに関してはまあこちらにあるんですけど、はい、筋肉マンソルジャーのアイマスクをしてですね寝てしまえばまあおそらく問題ないであろうという形になりますので、はい、私こちらのねアイマスクをして今日は寝たいなというふうに思っております。はい、まあ皆さんもぜひ体調には気をつけて、遠征などをしてください。あんまり車中泊とかはあんま基本的にはあまりおすすめはしないです。真夏と真冬はねちょっと車中泊厳しいんで、今のこの時期だからこそできるかなという形でございますので、まあ、ぜひ皆さんも、遠征する際は、なるべくいい状態で遠征をしてください。ということで、おやすみなさい。